おはようございます、本日はですね、今から大阪市内の方に行って、ジョンブルのスタッフというか、まあ、プライベートなんですけど藤原さんとちょっとご飯行こうかって言って行くんですけど、僕何回か藤原さんとご飯行ってるんですけど動画にするの初めてなんで、視聴者の方からしたら新鮮かもしれませんが、まあ、僕からしたら久々の再会っていう感じで、それを Vlog にしていこうかなと思います。もう多分近くまで来たんでそろそろ合流できそうなんですが、止める場所がないんですよね。平日の大阪市内って、なかなか止める場所がなくてちょっと困っております。で、今日車で来た理由はですね、もうちょっと最近嫁とも喋っててコロナ流行ってるから公共交通機関はあんま使わんようにしようっていうことで、もう僕らもう全く電車とかも乗らんしバスとかも乗らんし、で今度広島行くんですけど、もうその時も新幹線とかは使わんと、とにかくもうあんまり公なそういう車両とかは乗らんとこうっていうことは言ってるんで車で来たんですが、そろそろ藤原さんと合流しますね。久々やな。まあ、なのでそういった理由から今日は車で来ております。だからほんまはおしゃれなカフェを行く予定でしたが、これはおしゃれなカフェに行けるんかな。あれは藤原さんだな。目的地は右側です。うるせえ。お疲れ様でした。いや、藤原さんと合流できそうです。多分あれ藤原さんやな。あの立ち住まい、あのナチュラルな雰囲気、そしてメガネをかけてる感じ、そしてマスクもまでする。あれは多分藤原さんだ。あ、どうぞ。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。すいません。いや、全然ややこしくて、すいません、ぐるぐるさせちゃいました。いえいえいえ、藤原さんです。お久しぶりです。では飯行きましょうか。それでは昼飯のとこに来ました。以前ジョンブルがあった近くに来て、でもうジョンブルが違う店になってたんですが、それを藤原さんが寂しそうに見てました。寂しいですね。ちょうど今ここ来たのも半年ぶりとかぐらいですか。半年ぶりぐらいです。そうなんや。カフェは普通にありますね。うん、やってますね。あそこはよく休憩で行ってたカフェですか。そうです、そうです。宮口さんと。はい。なるほどなるほど、そこにちょっと行きたいなと思います。地味にあれですもんね、動画にはしてないけどちょくちょく会ってますもんね。そうですね。ここでも会ったことあるし、年末天王寺でも会ってるし、はい、では行きます。腰あれやから。ありがとうございます。メンズレディース雑貨って大体ブルックスブラザーズかな。ブルックスブラザーズ潰れましたね。破綻した。すごい好きやったんですけどね。これ大丈夫ですか。ああ、そうなんですね。肩がやっぱちゃんとしてますね。何もブレてない。はい。待ってるんで。これです。うまい。断面うまいですね。上田さん甘いの好きですか。うまいの好きです。ではご飯食べてきました。今夕方3時前ですが、今からちょっとブラブラします。藤田さん、これどうですか、この光景。ノーコメントで。寂しいですね。ねえ、寂しいですね。ここの前を藤原さんと一緒に歩くとは思いませんでした。じゃあ今からは、このピアス買いに行った、もう前回これ買いに行った時も藤原さんについてきてもらってるんですよね、はい、なんでそれをちょっと嫁のやつ買いに行きます。まさか藤原さんもサンダル、ウーホス履いてます。これ今季買って良かったものですか。はい、一番良かったです。
え、じゃあ藤原さんランキングトップ3はなんですか今のところ。今のとこですか。いきなり聞いてます。今のとこ、うん、1番ウーホス、うん、2番はスタジオニコルソンってスニーカーがあるんですけど、そことムーンスターのコラボのスニーカー、はい、3番で何やろうな。3番が難しいですね。 T シャツとか分かってないですか。あ、 T シャツ1個買いました。あ、 T シャツはヘレシーってイギリスのブランドの T シャツ。全然分からへん買いましたね。もう1番しか分からんすわさあ、ところで今日はピアスやってるか。あ、やってる。やっぱ藤原さんの来たらやってるんですね。僕今までずっと開いてなかったんですよ。2回来てですか。はい、ではちょっと心斎橋の方に行きます。いや、無事相手で行ってきました。もう完売しててなかったんでオンラインで買ってくれって言われて、品番聞いたのでまたオンラインで買います。これあの藤原さんの、これもらったって言っていいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、いいですか。これあの藤原さんからいただいたジョンブルのマスクです。ありがとうございます。はい、お土産です。で、トップ3は決まりましたかちょっともうちょっと時間ください。わかりました。あそこなんですよ。めっちゃ渋い。渋いですねでそこで指輪買って修理っていう感じ。それでは無事指輪が返ってきました。ピカピカになって返ってきました。で、ここでもう藤原さんとはさよならしたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。藤原さんは梅田に行ってるんですかね。あ、そうですそうです。梅田のなんていうところに行ってはる。あの駅すぐのヨドバシカメラの隣にあるリンクスっていう建物の2階に今入ってますということなんで、藤原さんありがとうございました。ありがとうございます。いや、藤原さんと別れたんですけど、残念ながらですね、忘れ物というか、さっき堀江におったんですけど、堀江であのスローの財布を修理出したの忘れとって、今それを取りに戻ってます。で、それを取りに戻ってスローの修理の財布もらったら帰りたいなと思います。いや、戻ってきました。あんなとこに見覚えのある人が。多分あれはですね、松江小割のすっぴんの嫁やと思います。はい、そうです。視聴者、無事これ財布戻ってきました。綺麗になりました。嫁戸さんすっぴんなんで、後ろ姿しか映ってませんが、嫁戸さんこれ藤原さんからなマスクもらってん。で、しかもそう、嫁戸さんにもって言って、俺のが L サイズで嫁戸さんのが M サイズやね。うん、それめっちゃ人気あるらしいで、だから藤原さん多分買ってくれてん。それ売り切れじゃなくて、うん、はい、ということでですね、今日はピアスじゃなくて指輪もあったし、財布もあったし、藤原さんと飯も食ったし、まあ、ピアスも、もううちではないので通販で買ってくださいって言われたんで、もう次からあの店へ行かず通販で買いたいなと思います。あの店はまた別の用事で行きたいなと思いますので、もうピアスの旅はこれで終了ということで、本日はこの辺で終わりたいなというふうに思いますので、以上、タクゾーでした。最後、嫁蔵からお願いします。今日は松江区に難波に来て、帰りたまたま拓蔵さんに会えたんでよかったです。では終わりたいと思います。